はい、おはようございます。おはようございます。ハレリア、おはようございます。おはようございます。ハレリア、おはようございます。はい、ここはですね、とある、駅前の広場です。ルルさん、おはようございます。リボンさん、アンリビさん、おはようございます。おはようございます。ちょっと周りをお見せしましょうかね。と言っても何も、そうですね、鳩がさっきいたんですけど、今ちょっと鳩はいないんですが、まあ、青い空ね、青い空をちょっとお見せしましょう。はい、また鳩が来たらね、皆さんにちょっと鳩をお見せできますが、彦さん、まゆちゃん、太陽さん、はい、おはようございます。昨日はですね、祈り会がありました。そして今日からデビットテイラー週間が あります。今日からデビットテイラー週間があります。ウニさん、おはようございます。ウニさん、おはようございます。そしてですね、昨日素晴らしい証がありました、昨日素晴らしい証があって、今日はそのタイトルにしたんですが、ハナさん、おはようございます。太郎さん、おはようございます。どんな証かと言いますとですね、あるナイジェリアの人がですね、まあ、祈り会に来られたんですね。で、そのナイジェリアの方はですね、ちょっと名前はちょっとプライバシーで言わない方がいいと思いますが、その方は59歳のナイジェリアの方で、その方はですね、24年前に、神様にですね、日本のことを祈るように言われて、24年間日本のために祈ってきたんですね。で、どうして日本のために祈るかというと、まあ、カリスマの預言者は、多くの預言者は同じように預言してるんですが、日本がこの終わりの時代の世界のリバイバルのリーダーになるという、日本からですね、この終わりの時代のまさに朝日が昇るような、そういうリバイバルが日本から起きるというふうに示されたそうですね。そして日本のために祈るようになって、そして今からそれ5年前かな、今から5年前に日本に来ました。そしてなんかあちこちで、祈ったそうですね。あちこちで、日本のために祈ったそうですが、しかし神様がですね、せっかく日本に来たにもかかわらず帰りなさいって言うんですね。でその方はしぶしぶまた帰りました。アイボリーコーストって言いましたから、象牙海岸という国があるんですけど、そこなのかな、象牙海岸に帰りました。そしてですね、また向こうで祈ってですね、1999年、まあ日本に来る前、その2014年の日本に来る前の1999年かな、ですからもうだいぶ前ですね、もうちょうど20年前の7月1日から10月の8日まで、なんと100日の断食祈祷をしたんだそうですね。日本のためにですね、100日ですね、まあ、確かに7月1日から10月の8日というとちょうど100日ですよね。100日の断食祈祷をしたんですね。なんと地球の、まあ、裏側に近いと思うんです。地球の裏側に近いと思いますが、そこの、そうですね、ナイジェリアの方が100日間断食祈祷してくれました。そしてその方がですね、また祈ってたら、今年の3月また日本に来ました。神様に示されて、日本
のために来てくれたんです。そしてその方がですね、まあ、あのデビッド・テイラー氏のことを聞いて、そしてデビッド・テイラー氏の秘書の方からこの、8月の、8月の14、15、16に日本で集会があるということを聞いたそうです。それで来たんですね。彦さん、100日何も食べなかったの？そうです、水だけだと思いますが、いや水だけでね100日するっていうのはすごいと思いますが、時々そういう話を聞きますね。40日でも大変ですが、100日っていうのはかなりきついんじゃないかと思います。でその方がですね、あの昨日こう言ってました。その方はですね、日本の教会がもっともっと燃えなければならない、日本の教会がもっともっと目を覚まして力強く、神の言葉を宣言し確信し宣言し、日本の教会が、もっともっと、なんて言ったでしょうかね、燃えなければならない、火をつけなければならないということと、もう一つ何かありましたね。日本の教会はですね、そうですね、日本の教会は、そうですね、なんて言ったかな、日本の教会は火がつかなければならない、日本の教会は目覚めなければならない、日本の教会は、ね、油注ぎを受けなければならない、こういうことを言われたんですね。はい、あやぽんさんおはようございます。それからりゅうびさんおはようございます。そういうですね、すごく素晴らしい励ましの、コメントをしてくださった方がいます。宮本さんおはようございます。そういうわけで、その方本当にですね、神様が送ってくださったと信じます。神様がもう地球の裏側に近い、そのナイジェリアの方に、予言されて、日本のために祈んなさい、日本の、リバイバルのために祈んなさいと、その方は、ですね、日本に来て、その今日からも3日間来てくださると思います。その方はわざわざナイジェリアからですね、日本のリバイバルのために来てくれました。本当にその人はですね、ものすごい力強い、メッセージをしますね。皆さんにも なんかね聞いてもらったらと思うんですが、そうですね、今回その機会があるかどうかちょっと分かりません。私の放送の予定はですね、多分明日明後日もこのように朝はできると思います。しかし、夜はちょっと放送できません。モーカさん、苦しい断食までして日本のために祈ってくださったことを心から感謝します。本当にそうですよね。もう本当に何か、そういう方がですね、世界中にたくさんいると思います。その方だけではありません。いろんな方々がイエス様に示されてですね、日本のために祈ってくれてるんです。不思議です。どうして日本クリスチャン少ない、もう本当にクリスチャンはもう 1% 以下、クリスチャン少ないこの日本のために、世界中の心ある人たちが、祈ってくれてるんです。もちろん日本のために祈るということは日本のためというよりも、日本からこれからの終わりの時代のリバイバルが起きるということのために日本のために祈るということです。つまり日本のために祈るということは、日本のためではなくて世界のため、世界のリバイバルのため、再臨のため、そのために日本から何かが起きるということをイエス様から示されて、それで日本のために祈ってるんですね。そういうことがたくさんいるんです。もう本当にいろんな今までいろんなことを聞きました。311の時にね、世界中の人が日本のために
祈ってるというのはその巷でも言われていると思いますが、まあそれとちょっと似ています。311の人が、世界中の人が祈ってくれました。それと同じように、今、イエス様に示された多くの祈り手、その方は自分のことをですね、プレイヤーウォリアー、プレイヤーウォリアーと言いました。プレイヤーウォリアーっていうのは祈りの勇士、祈りの勇士、その方はもう本当に祈る勇士ですね、祈る勇士、プレイヤーウォリアーということですね、本当にそういうプレイヤーウォリアーが世界中にたくさんいます。世界中にたくさんいて、そういう方々が日本のために祈ってくれてるんですね。宮本さん、世界中の方が日本のリバイバルのために祈ってくださってるんですね。本当にそうです、本当にそうです、ね。日本は、ミレイさんおはようございます。日本は愛されています。世界中のクリスチャンが祈っているということは、イエス様が日本を愛しているということです。世界中のクリスチャンが、日本のために祈ってくれているということは、世界中のクリスチャンが日本を愛してくれているということです。日本は本当に幸せです。日本は本当に幸せです。世界中から祈られているんです。世界中から祈られ、そして、イエス様に愛され、今日から3日間、今日から3日間、中野ゼロホール、小ホール、中野ゼロホール、小ホールでですね、デビッド・テイラー集会があります。今日は1時と5時かな。今日は1時、5時。5時の方にデビッド・テイラー氏がいらっしゃいます。でこの3日間、今日、明日、明後日、3日間ですね。この集会が日本のリバイバルのブレイクスルーになってほしいと思います。日本のリバイバルのブレイクスルーになってほしいと思います。ぜひ皆さん、一緒に祈って、ね、日本に一緒に祈って、これからです。あ、その方は言ってました、その方もですね、その、まあ、名前だけ言っていいかな、名字言わなければいいのかな。その方もデビットと言いますね。そのナイジェリアの方もデビットと言いますが、そのナイジェリアのデビットさんはですね、こう言ってました、ね、私は待って待って待って24年間待った、24年間待ったけど今がその時だ、今が日本のリバイバルの時だと、そのように示されてきたそうです。ですから皆さん、今が、ね、日本のリバイバルの始まり、日本のリバイバルの始まり、その時が来た。その方は5年前に来て、まだ待ちなさい、ね、まだ待ちなさいと言われましたけど、今回は来ていいと、日本に来ていいということで、来ました。ですから、皆さん、今年から何かが起きる、今年から何かが起きると期待していいのではないでしょうか。香港についてどうお考えですか。そうですね、ごめんなさい、私あんまりですね、香港のことをまだあまり考えてませんが、その多分多くのクリスチャンが参加していると思います。香港はリバイバルが起きてたくさんのクリスチャンがいます。特に、若い人のクリスチャンがたくさんいます。やっぱ彼らが信仰でやってくれてるといいと思います。そしてそのデモだけではなくて、たくさんの香港のクリスチャンが祈ってると思います、祈ってると思います。彼らはですね、そのデモがいいかどうかはちょっと分かりません。私はですね、空港の封鎖というのは、他の方々に迷惑をかけてしまうので、そのやり方はあまり良くないと思います。旅行している人たちが帰れなくなっています。それはちょっと良くないと思います。もっと正しい方法があるのではないかな、正しい方法があるのではないかなと思います。イエス様もおっしゃいました、
強いるものにね、悪いものに逆らってはいけない、悪いものに逆らってはいけない、右頬を打つ者には左を頬を向けなさい、一理強いるものには二理強いりなさい、剣を持つ者は剣で滅びる。イエス様は平和主義ですね、平和主義ですから、まあ私は祈りが一番大事だと思います。香港のクリスチャンが、祈りで神の力でね、そういうデマの力ではなく、祈りの力で、ね、行動してほしいと思います。中国への抗議だそうです。そうですね、まあ確かに中国はですね、もう本当に、すごくクリスチャンを迫害し、クリスチャンを殺しています。たくさんのクリスチャンが中国政府に殺され、今でもたくさんのクリスチャンが、収容されています。特に伝道者、牧師がですね、牧師したり拷問死したり、殺されています。しかし神様はご存知です。そのような殉教の働きを通して今中国にはリバイバルが起きたんですね。ここ20年ぐらいで中国はなんと1割のクリスチャンができたんです。ですから、日本は 1% 以下ですから、中国ははるかにクリスチャンが多いんですね。人口的に言うと14億のうちの1割ですから、1億4000万、わお、日本の人口以上、日本の人口は1億2000万ぐらい、日本の人口以上に、日本の牧師、日本のクリスチャン以上に中国ではクリスチャンがいるんですね。あ、ごめんなさい、日本の人口ですね、日本の人口以上にクリスチャンが中国にいる、なんとすごいことではないでしょうか。そういうわけで皆さん、ごめんなさい、コメントが出てますね。ちょっとゆかりさん、私もクリスチャンです。クリスチャンのゆかりさんが来てくれましたね。はい、キューちゃんも中国に布教 しに行かないのですか。いや、私もですね、中国に行くかもしれないと思って中国語を勉強しましたけど、まだ中国語はですね、かじった程度ですね。ハングル語もちょっと勉強しましたが、ハングル語もかじった程度ですね。スペイン語もかじりましたけど、もうスペイン語、中国語、ハングルはですね、かじった程度ですが、でも続けてやっていきたいと思ってます。リブさん、私はクリスチャンではないがイエス様を愛してる。いや、イエス様を愛していたらもうクリスチャンですね。イエス様を愛していたらもうクリスチャンでしょう。はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ日本は愛されてるんだ、日本は愛されてるんだ、日本は多くの世界中のクリスチャンから祈られてるんだ、日本から、終わりの時代のリバイバルが起きるんだ、そういうことを知った証。日本のクリスチャンは少ないかもしれない。しかしこの終わりの時代にリバイバルが起きて、世界のリバイバルのリーダーになるということを知った証。世界中のクリスチャンが、世界中のクリスチャンが日本に来てくれたり、また日本のために祈ってくれているということが分かった証。スタート。リュービさん、勉強してクリスチャンになるのではありません。もちろん少しは勉強しなければなりませんが、大事なのは知識ではなく信じる心ですね。
信じる心が必要です。知識では、信じることはできません。聖書のことをたくさん知ってても信じない人たくさんいるんですね。信仰というのは、知識ではないんです。摂氏さん、政教徒革命、フランス革命などの西洋の革命は全てクリスチャンが引き起こした武力を伴う市民革命ですが、でもクリスチャンはですね、ギロチンをしないと思いますね。フランス革命の時にギロチンをしましたけど、クリスチャンは人を殺しません。ユウさん、イエス様を信じていれば自然にイエス様の御言葉を理解できます。アメン。イエス様を信じていれば自然にイエス様の御言葉を理解できます。自動延長になってなかったのはサタンのせいですね。いや、私が延長カードをちょっとまだ忘れてただけです。すいません。桃香さん、日本は愛されていて幸せだと思いました。感謝します。私も日本のリバイバルを、私も一生懸命祈ります。アメン、アメン。ミネさん、おはようございます。そうです、私はですね、そのナイジェリアのデビットさんに言いました。あなたは24年間日本のため、自分の国じゃなくて、遠い地球の裏側の日本のために24年間祈ってきましたけど、あなたは日本人以上に祈ってます。日本人が日本のリバイバルを祈る以上に、そのナイジェリアのデビットさんは日本のために祈ってくれました、祈ってくれていますと感謝をしましたけど、韓国のクリスチャンも韓国の教会も私の知る限り、もう20年30年前からもう断食して徹夜祈祷会をして日本のために祈ってるということを私は聞いています。本当なんです。韓国の多くの教会が日本を許し、日本の罪を許し、日本の救いのために祈ってくれてるんです。そればかりか、たくさんの韓国の牧師が日本に伝道しに来てくれてるんです。何人いるか分かりません。もう本当に何百人、場合によっては何千人、日本にですね、伝道にしに来てくれてるんです。韓国は今世界中に宣教師を送っています。それほど韓国はリバイバルが起きたんですね。韓国は世界中に、世界中に、花さん、ありがとうございます。韓国は世界中に宣教師を送ってますが、日本に一番ね、日本に一番その宣教師を送っているのではないでしょうか。ゆかりさん、ラブソナタやりましたね。そうですね、今年も ラブソナタがあります。ラブソナタというのはですね、韓国のお祈り協会という7万人のメンバーのいる協会があるんです。そのお祈り協会が特別に日本にですね、伝道に熱を入れてくれています。CGNTV というテレビ局があります。クリスチャンテレビ局、その CGNTV も日本のために、日本を救うために、そのお祈り協会が作ったテレビ局なんですよ。皆さんインターネットでですね、CGNTV というふうにググってください。そうするとですね、そのクリスチャンのテレビ、ネットテレビですね、ネットテレビ見ることができます。宮本さん、たくさんの祈りが励みになり力となり、奇跡は起こると思います。アメン、アメン。
エコバス停、エコバス停ではないです。エコバス停ではないです。そうです。花さん、CGNTV ですね。そう、CGNTV です。食べてはいけないもの、偶像に捧げたもの、偶像に捧げたもの、血を食べてはいけない。それから首を絞めたものを食べてはいけない。首を絞めたものというのは 血がついているということですね。この3つを食べてはいけないと書かれています。特に日本人はですね、仏壇とか神玉にお供え物をするでしょう。今お盆の季節ですから、仏壇とか神棚に お供え物をします。皆さんがおじいちゃんとかおばあちゃんに何かご馳走になるとき、もしそれが仏壇に備えていたものだったら、ちょっとこの分からないようにして食べないようにしてください、ね。それをはっきり言うとちょっと傷つくかもしれませんから、おばあちゃんが傷つくといけないので、おばあちゃんに分かんないような感じでその仏壇に備えたものを食べないようにしましょう。それは、偶像崇拝、要するに私たちはね、本当の神様に捧げられたイエス様が、本当の捧げ物です。仏壇とか神棚に捧げられたものはまさにその偶像崇拝の捧げ物です。神様はそれを受け入れません。その偶像に捧げられたものを食べないで、本当の神様に捧げられた本当の供え物、本当のなだめの供え物、それはイエス様と書かれています。そのイエス様を食べること、イエス様を食べるというのはイエス様を信じて従うということです。イエス様を食べることが本当の、そのお供え物を食べるということですね。ゆうかさん、ゆかりさん、偶像崇拝になりますね。仏壇も、証拠も、神棚も、除夜の鐘さえ行きません。アメン、アメン。向井さん、熱中症増えています。気をつけてください。ありがとうございます。はい、それではですね、ファイナルメッセージしましょう。あ、鳩が1匹来ましたね。1羽来ましたね。2羽来ました。ちょっと鳩ですね。はい、鳩がね、いました。昨日の、ナイジェリアのデビッドさんが突然来た。それは偶然ではありません。本当に神様が私たちを励ますために、私たちクリスチャンを励ますために神様が送ってくださった励まし、私は彼に言いました。あなたは私たちの励ましです。あなたは私たちの励ましです。その方によって、その方によって私たちはどれほど励まされたでしょう。イエス様、それはイエス様の励ましと言ってもいいでしょう。イエス様は皆さんを愛しています。皆さんを励まし、
皆さんがもっと霊に燃えて、信仰に燃えて、イエス様を愛してほしい、イエス様を述べ伝えてほしい。ゆかりさん、私はペンテコステ派の教会に通ってます。アーメン。アーメン、素晴らしい。私たちはもっともっと熱くなる必要があります。もっともっと、その、ナイジェリアのデイビッドさんはすごく熱いです。ものすごく熱い、ね。もう本当に力強い方です。私も励まされました。彼のように熱くなりたい。彼のように燃えたい。彼のように力強くなりたい。彼は神の言葉を本当に確信して、人の目を気にしたり、このような在り方を気にするのではなく、聖霊に委ねて、聖霊に委ねて、本当に力強くなってほしいと、彼は言いました。彼の、喋り方はものすごく力強い喋り方ですね。私も学びたいと思います。その力強い信仰、燃える信仰、本当に学びたいと思います。ぜひ皆さん、近い方は来てください。ライブ一応やりますが、録画は撮らないようです。Facebook で、Joy Aroma、 JOYAROMA、 JOYAROMA、 Joy Aroma、 Aroma、 Joy Aroma という、その Facebook で、ライブやります。今日は1時と5時ですね。1時と5時。もしね、録画がありませんので、もし、時間がある方は、特に5時の方はデビット・テイラー氏のメッセージがありますね。デビット・テイラー氏の、そう、丸中さん、そう、ジョイ・アロマ。このジョイとアロマを、1時話してくださいね。ジョイとアロマを1時話して、ジョイ・アロマ。はい、それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、わあ、日本は愛されてるんだ。日本は祈られてるんだ。もう本当に世界は燃えてるんだ。世界はね、熱くなってるんだ。日本が燃えなければ、日本が熱くならなければと思って、これからイエス様を信じて、イエス様を信じて熱くなりたい方、イエス様を信じて目覚めて、霊的に目覚めて、霊的に燃えたい方、アメン。イエス様を信じて、神の火で燃えたい方、聖霊の火で燃えたい方、アメン。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 はい、ゆかりさん、東京です。東京です。東京の中野ゼロホールの小ホールで、今日から3日間集会があります。アメン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 。天のお父様、感謝します。昨日からデビット・テイラー集会が始まりました。昨日は素晴らしいゲストが来て、日本のために24年間も祈ってる、そして100日も断食をした、そういう方が来てくれました。そのような祈りの勇士が、世界中の祈りの勇士が日本のために祈ってくれてると信じます。それはあなたの愛です。あなたの励ましです。日本は愛されています。日本は愛されています。今アーメンと言った方がイエス様を信じて、神の火で燃えますように、神の火で燃えますように。イエス様、どうぞあなたの愛を受けて、あなたの愛を受けて、神様に燃えますように。神様に向かって、神様に向かって、どうぞイエス様、神を求めるようになりますように。神の御顔を慕い求めますように。神の御心を
求めますよ。イエス様どうぞどうぞ、どうぞイエス様、今アメンと言った方々がクリスチャンになって一緒に祈っていきますよ。リスナーの方々、今放送で一致して一致することができますように、私たちの思いを一つにしてください。そして一緒に日本のために祈ります。日本を救ってください。日本はあなたのものです。明日は終戦の日ですが、戦争に負けましたが、それは偶像崇拝の戦争の敗北と信じます。偶像崇拝の戦争の敗北と信じます。日本があなたを勝ち取ったと信じます。日本のその偶像崇拝を勝ち取った日だと宣言します。どうぞイエス様、日本の新しい勝利、日本の新しい祝福が訪れますよ。日本が悔い改めて変えられて、日本が変えられて、どうぞ日本が、韓国との和解が始まりますよ。今は争ってますけど、そのような争いをやめて、日本のためにも、韓国を愛するようになりますよ。韓国を愛するようになりますよ。日韓が、愛し合うことは日本のためにも韓国のためにも必要です。世界のためにも日韓が愛し合う必要があります。どうぞ私たちは取りなしをします。韓国を許します。韓国を愛します。韓国を愛します。韓国を許します。どうぞ多くの人がこの思いに同調し、イエス様の御心でこれから一緒に一致して祈って、いけますように、祈りをください。祈りをください。私たちに祈りをください。日本はイエス様のものです。日本はイエス様のものです。日本はあなたのものです。あなたのものです。日本の王はイエス様です。日本の王はイエス様です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあまたですね、集会放送でお会いできるかもしれません。それから明日の朝多分、またここでできると思います。夜はありません。今日の夜の通常放送はありません。それじゃあまた後ほど。シャローム、シャローム、シャローム。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローム、シャローム。